どうもおはようからこんばんは、とのでござる。モンスターハンターライズサンブリック、続きをやっていきましょう。いろいろ椅子に座ったらあるんですね、竹トンボを飛ばす盛り上がってるところすまんが竹トンボを飛ばしてみよう。それそんな上昇する？消えないな。あ、消えた。その様子に大笑い。横の人からちょっと変な目で見られる。ほら、周り気にしてんじゃん。じゃあちょいと行きましょう。いや、ついにね、皆さん装備ね、変わりました。やっとね、貫通弾のそれ専用の装備考えてできました。このおサイズ地下のこのボウガン、貫通弾と斬裂弾はそんなにね使わないから、ひとまずは貫通弾系特化の装備、まあボウガンかにしました。いや、皆さん帰ってきましたよ、貫通弾。そう、リピートアフターミー、貫通弾。いや、聞こえた、届いたぞ、みんなの心の声で叫んでくれていたのがこのわしにも届いて、その結果スキルで力の解放レベル5になったぞ。いいですよね。モンスターと対峙して攻撃を加えていれば2分半ぐらいだったっけか、2分45秒かぐらい経って、で攻撃を加えるたんびに時間短縮して、で発動すれば2分間開始率が 50%、 さらにスタミナ消費も 50% 減、防御は相変わらずガッチガチにして耐性も上がりますしね。で貫通弾特化にして強化ね。で反動軽減とか早食いとかはねもう頼っちゃうから、この辺レベル3にして、あとはまあ適当かなと、まあそんな感じにしまして、属性耐性的には前の装備よりかはちょっと落ちたんですよね。中盤ぐらいの目標としてはナルガ銃で、終盤がメルゼナだったっけ、尺銀流、あの辺のがかなり貫通弾優秀らしいですよね。だから序盤はひとまずこれ、反動とかリロードもね極小極速。あ、で装備ね、腰と足はバサルモスにして、これ両方とも準備が必要で入手が大変だったんですよ。普通の報酬で 8% かそれぐらいしかなくて、しゃーなしにね、せっかく武器が斬裂弾速射なんで、でさらには調合分とか現地調達で80発ぐらい尻尾に当てて、なんとか尻尾切れてそこで人美を入手したんですよ。あとはビシュテンゴ、頭と胴体は変わってないんですよね。早くね胴体変えたいんですが、この四つ身和道のがね回避距離アップとか早食いもあったりして、ここがなかなかね変えられないんですよ。リノプロスのやつはね貫通弾レベル2あるんで、ここは外せれないしな。といっても頭はねもう解除しているおじいちゃんですし。じゃあちっちゃ溶岩道か閃光玉ね、落下させる。あー、これいいな。で今回の集会所、まだねまだ星2なんですよ。ガランゴルムは出ていたとしても、それでもまあまあ進んでいるでしょう。あとクエストは6つで、今回行くのはこちら、ニョロニョロオアウネウネフルフルと、あとはイソネミクニ。イソネミクニはね苦手なんですよ正直。そこをちょっと克服するわけでもないんですが、実況内でちゃんと戦ったこともないんで、この2体どうかお気をつけて。あいよ、じゃあお食事。
このめっちゃ顔色悪い団子。病気だよね。紫って何混ぜているんだろう。心持ちやあれ、着色料とか使ってる。じゃあ行きましょう。アイテムは大丈夫だよな。捕獲方向でも行きたいですし、となるとフルフルに落とし穴で、磯根三国にしびれ穴。全長が長い、どっちか、どっちが長い？フルフルの全長って伸びた姿で数えればいいの？しかも夜スタート。どっちも遠いんですよね。そこはちょいと強化もしながら行きましょう。こことで、この草むら。武器がね、この武器に切り替わってから、なんだっけ、百竜系の装飾品、これがね、レベル2から1に落ちたんですよ。2だったらね、いろんな画獣種でもないな、飛竜系かに対してダメージが上がるっていうのがやっていたんですが、レベル1になってからね、こういうちょいちょい取れる強化のやつ、あれの効果が稀に上昇するに切り替えております。あ、この辺の飛んでいるのってどう、どれだけ効果あるんだろうね。全部は取れない。最初どうしようか、磯根三国にするか、嫌な方から先に行く。あ、で、マップの方で、貫きの実をマークしといて、よし。よし。お、一部のアイテム効果を高める。まあまあ強化できているから大丈夫だとは思うんですよね。あんま自信ないな、磯根ミクに。いや、初音ミクと言うべきか。おじいちゃん、そっち行くんじゃない。おお、ほんとだ。アイテム効果を高めている。なんか、依頼クエストで、向こうの方で、なんか、海坊主みたいなやつがいたりして、ああいうのも、どうだろう、出るのかな。ぴょいーん。いや、一応ね、集めるってあるんですよ。まあまあ強化できているでしょう。ここまでクリアね。よし。ふう、で、やっとか。あれか、ガライバーに襲われていたのかな。耳ね、耳めちゃくちゃ難しいんですよ。先にね、落とし物拾いたい。夢見こな、2つも落としているのね。じゃあ状態異常も達成にありますし、まずは毒にしてやろう。よし。あの、頭についているやつもあれ、頭判定にならないかな。いや、そこ当たるか。
気絶時間はねちょっとはね短縮できている。眠らせてくるか、それもねよく当たるんですよ。顔うまく当てたいな、難しいな。じゃあもう貫通弾でいきますか。あ、ピョってくれたのかな。いやー気持ちのいい貫通弾。回心率もこの武器高いですし、力の解放が出れば回心率は 65% まで上昇。いいぞ。いいね、ちょうど通ってくれた。あ、眠い。おじいちゃんが永遠の眠りに。睡眠のがちょっと効果時間というのが滞在するのか。でまた睡眠。あんま貫通弾の恩恵はないかもしれないがな、縦に長いよね。縦か。それは離れていれば大丈夫。まあ被弾が多いのもまだ慣れていないからっていうのもあるからなと言い訳。何をしているんだ。行ったか。エリチェント、いや素晴らしい。回復だって効果高まると。で次のエリアでフルフルもいる。落とし物もありけり。涙、痛かったのかな。あ、ちょっと待て待て。イソネミクにはどんな攻撃だろう。もらった、しょい。あ、それやられている。まあ強攻撃でもかなりたまるし、まだ一発ぐらいは入れれるだろう。もう一丁で、ここで眠らすだけってことはないだろう。よしよし、これでフルフルにもいいダメージが入る。待って、イソネミクニが引いていく。で、あ、貫きの実が、あ、後ろに行くのはちょっと大変だから、よくやってくれた。もうここは調合でいきましょう。なんか吠えた声聞こえなかった。なんでしょう、他にモンスターといやウルクススしかいない。あれか、海坊主みたいなやつが出た音かな。確か5分ぐらい経っちゃ出るらしいんですよ。フルフルさんまた来やがったな。私も食らう。イソネミクにそんなところにエリチェン。スクワギルかな、寝てる。なんだっけ育ったやつ、ザボアザギルか。ああいうのも出てくれりゃいいのにな。じゃあちょっと引きつけてもらって、
たま。頭はあんまり今いいダメージが入らない。ちなみにね、アイルたちの武器ね、毒属性にしているんですよ。なんでほっといても毒は蓄積されるから、とか言っていると、またあれか、ここの距離から撃って貫通弾1。よし、動き回るな。ああ V 破壊できた。毒やっているんだったらちょっと私も毒る2回目。先行、危ない。貫通弾レベル1は使い切ったか。じゃあレベル2、反動はねもうかなり減らしているんで、いい感じに反動なしで撃てるが、通常の方がいいかも。どうか。いや、またエリチェン。V 破壊まあまあ進んでいるよな。弱ってくれんかね。この耳の先っちょ狙うの難しいんですよ。気をつけろ。こういう時なんかアイテムあったら良さそうですよね。強化はだいぶできている。でもまだ弱らず。もうそろそろ、ああ、いいですね、いいですね。でもこやつに関してはしびれでいく。そこ、罠を仕掛けた。罠にかかったぞ。よし、あ、ちょうど奥にフルフルいるし、ほうほう、しびれ罠を置いているのね。あんまりね、力の解放とか発動している実感って実はねないんですよ。いや、エフェクト的にね、会心がかなりしていたら、ああ、なんか発動しているかなっていう気はしますよ。フルフルって、あれでしょ、BGM ないんですよね。あれ、不気味ですよね。ドーン、ドーン、まだまだ、ドーン、もう一丁。
イソメニクニでかなりダメージ与えているはず。ああ、いいな、これは力の解放か。おっと、あれ発動しているな。かなり開始のエフェクトすごいし、でお次は貫通弾のレベル2。まあお前はもうセカジーの頃から散々、いや、セカジーの後、4? ダブルクロス ?4 かどっかで復活したよな、フルフルって。いいぞ。まあでも慣れてはいる。お供がとくらせたのはあのサブクエストかとは関係ない。よくやってくれた。次は貫通弾のレベル3。3発しかね装填できないんですよ。まあ、装填拡張の恩恵があったとしても3から4に変わる程度でしょう。現状貫通弾特化にしようとしているなら装填拡張でレベル3貫通弾が増えるようにするべきなんだろうかね。いいな、お前フルフルはな、フルはなんか楽だわ全然忙しくないし、首伸ばす攻撃のモーションが増えたのもあれどそんな当たらんしな。あー、これも増えたか。届くね。いいぞ。いやー、やっぱ速射がいい速射がいいわ。さすがよな。なんかレベル2速射までできる武器あるんでしょ。それがメルゼナの武器かな。いや強いだろうな。こうやってティルトエリチェンしていった。逃がさぬ。この辺り貫きの実ないんですね、この洞窟。しばらく暗いところでね戦っておりますが、明けのシルムが出現。レベル3ももう打ち切ってしまうな。切る前に起爆榴弾が発動させやすいような貫通弾で撃つと。危ない。通常弾だとそこ狙わないといけないんですもんね。貫通弾だったら貫通したついでに、あ、上登る、懐かしい懐かしい、あったあったそういうの。で通常弾に切り替わる。まお前も弱っているがな。 V 破壊も1個できたことですし、じゃあもう落とし穴置いちゃいましょう。穴置いた。そのままエリチェンはするなよ。うまくこっちに来てくれないかな。あ、来た来た。よし。でおしまいと。アルビノエキスがね今だいぶ足らないんですよ。交易品の方で10個買える時があればいいですよ。
いやだって私グレートとか硬化薬と鬼人薬のグレートでアルビネキス使うから欲しいんですよね。ですからフルフルの層素材というよりかは、おじいちゃんめり込んでいったフルフルの素材というよりかはアルビネキスだな。アルビノ欲しいとは言ったが特選アルビノじゃないんだよアルビノエキス、あ、分取りで2個か。だって在庫今1個しか私ないんですよ。ハンターランクは66。錬金の方はね今しょぼいのでちょっとね五石を貯めてるところ。貯まったところでねこのリンネをやる。でアルビノエキスとか入手するんでしたらフルフル2頭のクエストがあるんで後日ではあれどそこら辺もやっていったらアルビノエキスって結構入るかな。こちらがクエスト一覧です。これねフルフルフルーツ、いくらフルーツでもなんか食いたくないな。あったあった、これこれ。次回取る頃には星3にはねいけてると思うわ。まあ、そういうのはね、まあ、頑張ってやっていこうと思います。では今回はここまで。じゃあこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。